神崎生命高等学校2年生活福祉系列の大石理子です。今介護福祉士の国家資格を取るために介護の技術や知識を勉強しています。具体的に座学では福祉の歴史から高齢者についてたくさんの勉強をしています。実技では実際の介護を意識した実技を行っています。母が福祉の仕事をしていて、兄も私と同じように生命で福祉を学んでいて、二人の話を聞いていて、中学生の頃に福祉にちょっと興味を持つようになりました。介護だから大変なこともいっぱいあるけど、やっぱしてる中で やりがいがあるっていうのを聞いて、ああそうなんだなと思って、自分もやりがいを持てる仕事に就きたいなと思ってました。これだけの流れが緩やかですね。ここにも書いておけると思うので、基本的にこの人工透析が1分間に200、福祉の中でも教科が7つに分かれているので、こう覚えることが多くて大変だなと思って。そしたらスライディングボードをお尻を下に引いていきます。右側に少し傾いていただけますか。どうぞボードを抜きます。移動したら浅く座られていることが多いので深く座り直してもらいます。何か自分が悩みがあるときは必ず一番に声をかけてくれて、とても頼りがいのある存在です。友達や利用者さん思いでリーダーシップを発揮してくれます。何に対してもこう一生懸命になれる生徒さんなんで、まあ、将来的には医療や福祉の現場でこう佐賀県の医療や介護をこう支えてくれる人材になってくれればと思っています。私はなんかもう誰からたくさんの人に信頼される介護ができる人になりたいなと思います。信頼されてないとなんか仕事も頼まれないと思うし、なんか利用者さんも介護してもなんか嬉しくないなみたいな、やっぱ信頼される人になりたいなって思います。